こんにちは、速稼塾の皆さん、そして暗号通貨ファンの皆様。今回ですね、6月の23日21時から体のステーキングプールを運営されているリピさんとの対談ライブがございます。そのズーム対談ライブに何点か質問をいただいてますので、こちらの方をリピさんにね、回答していただきたいと思っております。で、それを中心にですね、私も話を展開させていきたいと思いますし、それから他のね、皆さんからの質問もどんどん来ると思いますので、いろんなね、問題解決をしていきたいと思います。では今回どんな質問が来ているのか何点か紹介しますね。1つ目、 ADA は日本の取引所で売買できるようになりますか？またどうして未だにコインチェック、ビットフライヤーなどに ADA の販売買取がないのでしょうか？これは陰謀でしょうか、というね、なんとも意味深なご質問をいただいてますので、なかなか興味深いですよね。はい、そしてですね、次の質問。体の ADA の最も有利な日本円への交換手順を教えてください。これもね、同様の質問をかなりいただくんですよ。もう何年も前からいただいてますけどもね。基本的にはダイダルスウォレットに体の ADA っていうのが入ってるじゃないですか。それを最終的に、法定通貨の銀行ね、三井住友銀行とかみずほ銀行とかに日本円で着金させる手順ですね。これ一体どういうふうな手順を踏めば、手数料とか税金とか時間とかね、トランザクションとか有利なのかなっていうことを総合的に判断していきたいと思うときに、いろんな方の意見を聞いてみたいなっていうところでしょうね、きっとね。はい、でもう一個だけ事前に紹介しておきましょうか。日本は緊縮財政を続け、2025年へのプライマリーバランスの黒字化を続けていく見通しですか？財務省ですね。今後この国の経済はどうなっちゃうと思いますか、というね、なかなか答えにくい難しい経済の問題でございます。この辺も23日21時からの体のズームライブで皆さんとね、お話しできればいいなと思っていますね。はい、それではよろしくお願いします。動画概要欄にズームのチャンネル URL を貼っておきますので、皆さんぜひいらしてください。